5. センダード氏の毒画。そしてだんだん暑くなってきました。役所では窓に黄色な火覆いもできましたし、隣の所長の部屋には電気会社から寄贈になった直径7デシもある大きな扇風機も据え付けられました。あまり暑い日の午後などは、所長が自分で立って間の戸を開けて、さあ諸君、少し風に当たりたまえ、なんて言ったものです。すると大扇風機から風が堂々やってきました。もっとも私の席はその風の通り道から少し外れていましたから、格別涼しかったわけでもありませんでしたが、それでも向こうの書類やテーブル掛けがパタパタ言っているのを見るのは実際愉快なことでした。それでもそんな仕事の合間にふっとファゼーロのことを思い出すと、胸がドカッと熱くなって、もうどうしたらいいかわからなくなるのでした。とにかくその7月いっぱいに私のした仕事は、1. 北極熊剥製型を寺木標本製作所に紹介の件。 1. ヤークシャ山頂火山弾運搬費用見積もりの件。 1. 植物標本退職調査の件。1. 新番号札2300枚調整の件。などでした。そして8月に入りました。その8月2日の昼過ぎ、私が支那漢時代の石に刻んだ絵の説明をうつらうつら写していましたら、球児が後ろからいきなり私の首筋をつっついて、所長さん来いってと言いました。私は少しムッとして振り返りましたら、球児はまた威張って言いました。所長さんがすぐ来いって。私は返事もしないで黙ってみんなの椅子の後ろを通り、例の戸を開けてうやうやしく入っていきました。所長は太った白い手首に顎を持たせて扇風機に当たりながら新聞を見ていましたが、私が行くとだるそうにちょっと目を上げて、それから机の上の紙バサミから一枚の命令書を私によこしました。それには海産鳥類の卵採集のために8月3日より28日間、イーハ東部海岸地方に出張を命ず、と書いてありました。私はまるでホクホクしてしまいました。あのイーハ東部の岩礁の多いきれいな海岸へ行って、
今頃ありもしない卵を探せというのは、これは慰労休暇のつもりなのだ。それほど私が所長にもみんなにも働いていると思われていたのか、ありがたいありがたいと心の中で小躍りしました。すると所長は私の顔を少しも見ないで、やっぱり新聞を見ながら、会計へ回って見積もり旅費を受け取るように、と一言だけ言いました。私は丁寧に礼をして部屋を出ました。それからその事例をみんなへ一人ずつ見せて挨拶して歩き、おしまい会計に行きましたら、会計の老人はちょっと渋い顔つきはしていましたが、黙って私の印を受け取って、大きな紙幣を8枚も渡してくれました。他に役所の大きな写真機械や双眼鏡も借りました。家へ帰ると私は持っていたレコードをみんな町の古時計屋へ売ってしまいました。そして大きなヘリのついたパナマの帽子と卵色のリンネルの服を買いました。次の朝、私は番小屋にすっかり鍵を下ろし、一番の汽車でイーハトーボ海岸の一番北のサーモの町に立ちました。その六十里の海岸を町から町へ、岬から岬へ、岩礁から岩礁へ、海藻を押し場にしたり、岩石の標本を取ったり、古い洞穴や模型的な地形を写真やスケッチに撮ったり、そしてそれを次々に荷造りして役所へ送りながら、20幾日の間にだんだん南へ移っていきました。海岸の人たちは私のような下級の管理でも大変珍しがって、どこへ行っても歓迎してくれました。沖の岩礁へ渡ろうとすると、みんなは船に赤や木の旗を立てて、16人もかかって櫓を揃えて漕いでくれました。夜には私の泊まった宿の前でかがりを焚いて、いろいろな踊りを見せたりしてくれました。たびたび私はもうこれで死んでもいいと思いました。けれどもファゼーロ、あの暑い野原の真ん中で今も毎日働いている美しいロザーロ、そう考えてみると、今私の目の前で一日いっぱい働いて疲れた体を踊ったり歌ったりしている娘たちや若者たち、私は何べんも強く頭を振って、さあ我々はやらなければならないぞ、しっかりやるんだぞ、みんなの、数文字分空白と一人で心に誓いました。そして8月30日の昼ごろ、私は小さな汽船で隣の県の塩尾の港に着き、そこから汽車でセンダードの市に行きました。
31日、私はそこの理科大学の標本をも見せてもらうように途中から手紙を出してあったのです。私が写真機と灰のうを持ってセンダードの停車場に降りたのはちょうど火がやっとついたところでした。私は大学のすぐ近くのホテルからの客を迎える自動車へ他の5、6人と一緒に乗りました。取ってきたたくさんの標本を持ってその大きな建物の間を自動車で走るとき、私はまるで凱旋の将軍のような気がしました。ところがホテルへ着いてみると、この暑いのに窓がすっかり閉めてあるのです。部屋へ通されてみると、なかなか蒸し暑いので、私は給仕に、おい、どうしたんだ？窓を開けたらいいじゃないか。と言いました。すると給仕は、テカテカの髪をちょっと撫でて、はい、まことにお気の毒でございますが、当地方には毒蛾がひどく発生しておりまして、夕刻からは窓を開けられませんのでございます。ただいま扇風機を運んでまいります。と言ったのでした。なるほど。そう言って出ていく給仕を見ますと、首にまるで石の輪をはめたような厚い包帯をして、顔もだいぶ腫れていましたから、きっとその毒蛾に噛まれたんだと私は思いました。ところが、まもなく隣の部屋で、給仕が客と何か言い争っているようでした。それがなかなか長いし激しいのです。私は暑いやら疲れたやらすっかりむしゃくしゃしてしまいましたので、今のうちちょっと床屋へでも行ってこようと思って部屋を出ました。そして隣の部屋の前を通りかかりましたら、戸が開け放してあって、さっきの給仕がひどくしょげて頭を垂れて立っていました。向こうには髪もひげもまるで灰色の太ったフクロウのようなおじいさんが安楽椅子にぐったり腰掛けて、扇風機にブーブー吹かれながら、給仕をやっていながら一通りのホテルの作法も知らんのか、と頬を膨らして給仕を叱りつけていました。私は、ははあ、扇風機のことだなと思いながら苦笑いをしてそこを通り過ぎようとしますと、給仕がちょっとこっちを向いて、いかにも申し訳ないというように目をつぶってみせました。私はそれですっかり気分が良くなったのです。そしてどしどし階段を踏んで通りに降りました。なるほど、毒蛾のことが分かって町を歩くと、さっき停車場からホテルへ来る途中、いろいろ変に見えた景色も、すっかりもっともと思われたのです。人道には、たくさん焚き火の跡がありましたし、みんなは、包帯をしたり、白いきれで顔をこすったりしながら歩いていました。
また並木の柳にはいちいち石油ランプがぶら下がっていたのです。私は一軒の床屋に入りました。それは向こう側の鏡が9枚も上手についであって、店がちょうど2倍の広さに見えるようになっており、糸杉や米つがの植木鉢がぞろっと並び、親方らしい隅のところで指図をしている人のほかに職人が皆で6人もいたのです。すぐ上の壁に大きな額がかかって、そこにそのうちの4人の名前が理髪アーティストとして立派に並び、2人は助手として書かれていました。お櫛はこの通りの方でよろしゅうございますか。私が鏡の前の白い切れをかけた上等の椅子に座ったとき、そのうちの一人が私に尋ねました。ええ。私はもう明日は帰るイーハトーボの野原のことを考えながらぼんやり返事をしました。するとその人は向こうで手の空いているもう2人の人たちを指で招きながら言いました。どうだろう、お客様はこの通りの方でいいとおっしゃるが、君たちの意見はどうだい。2人は私の後ろに来て、しばらくじっと鏡に映る私の顔を見ていましたが、そのうち1人のアーティストが白服の腕を胸に組んで答えました。さあどうかね、お客様のお顎が白くてそれに丸くて大変おとなしくいらっしゃるんだから、やはりオールバックよりはネオグリークの方がいいじゃないかな。うん、僕もそう思うね。もう一人も同意しました。私の係のアーティストが俺もそう思っていたというようにうなずいて私に言いました。いかがでございます、ただいまのお櫛の方よりはネオグリークの方がお顔と調和いたしますようでございますが。そうですね、じゃあそう願いましょうか。私も丁寧に言いました。なぜならこの人たちはみんな立派な芸術家だと思ったからです。さて私の頭はずんずんきれいになり、疲れも大変治りました。これなら今夜よく休んで、明日は大学のあの地下になった標本室で向こうの助手と一日暮らしても大丈夫だと思って、気持ちよく青い植木鉢やアーティストの白い指の動くのやチャキチャキ鳴るハサミの影を眺めておりました。するとにわかに私の隣の人が、あ、いけない、いけない、押さえてくれたまえ、畜生、畜生。
とひどく高い声で叫んだのです。びっくりして私はそっちを見ました。アーティストたちも皆馳せ集まったのです。それこそはひげを片方だけ剃ったままで大変痩せてはおりましたが、しかし確かにそれはデストゥパーゴです。私はしめたと思いました。デストゥパーゴは私なぞ気がつかずにまだ恐ろしそうに顔をゆがめていました。どこへ触りましたのですか？さっきの親方のアーティストが朝のモーニングを着て大きなフラスコを手にしてみんなを押し分けて立っていました。そのうちに 2,3 人のアーティストたちは押し虫網でその小さな黄色な毒蛾を捕まえてしまいました。ここだよ、ここだよ、早く。と言いながら紳士は左の目の下を刺しました。親方のアーティストは大急ぎでフラスコの中の水を綿に示してその目の下をこすりました。なんだいこの薬は。デストゥパーゴが叫びました。アンモニア 2% 液と親方が落ち着いて答えました。アンモニアは効かないって今朝の新聞にあったじゃないか。デストゥパーゴは椅子から立ち上がりました。デストゥパーゴは桃色のシャツを着ていました。どの新聞でご覧です？親方は一層落ち着いて答えました。センダード日々新聞だ。それは間違いです。アンモニアの効くことは、県の衛生課長も声明しています。当てにならん。そうですか。とにかく、だいぶ腫れてまいったようです。親方のアーティストは、少し尺に触ったと見えて、ぷいっと後ろを向いて、フラスコを持ったまま向こうへ行ってしまいました。デストゥパーゴはプンプン怒り出しました。失敬じゃないか。明日は僕は陸軍の獣医官たちと大事な交際があるんだぞ。こんなことになっちゃ、まるで向こうの感情を害するばかりだ。貴様の店を訴えるぞ。と言いながら、ずんずん赤く腫れていく頬を鏡で見ていました。親方もむかっぱらを立てて言いました。なあに、毒がなんか、市中至るところにいるんだ。町を歩いて触られたら、市長でも訴えたらよかろうさ。デストゥパーゴは、しぶしぶまた椅子に座って。おい、
早く後をやってしまってくれ。早く。と言いました。そしてしきりに変な形になっていく顔を気にしながら、残りの半分のひげを剃らせていました。私も急ぎました。けれども確かに私の方が早く済むのです。それでも向こうが先に済んだら、こっちもすぐ立とうと思って、そっと財布を探って、大きな銀貨を一枚持って握っていました。ところがどういうわけか、私より私のアーティストがもっと急いでおりました。そしてしきりに時計を見ました。まるで私の顔などは30秒ぐらいで剃ってしまったのです。私は怖がりながら、実にうまいと思っていました。